どうも皆さん、こんばんは、セルジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今回もやっていきましょう。今回は久々の飲み比べ紹介、新登場のスコッチウイスキーをまとめて知る新作シングルモルトを開封紹介飲み比べということでお届けしていきたいと思います。さて、最近は新作ウイスキー単品レビュー動画という形が続いておりましたが、今回は昨年ですとか今年入ってきた新たなシングルモルトスコッチをまとめて紹介しつつ飲み比べ動画をお届けしていきます。なので、新作ウイスキー気になるとか、最近のシングルモルトスコッチどんなものが出たのとか、どんな特徴なのと気になっている方にも、この動画を通じましてボトルに限らずお店で一杯飲んでみたり、さらに試していただく、そんなきっかけになればと思っております。特に飲むかどうか置いといたとしても、まずはいろいろな新しいウイスキーをこのチャンネルを通じて知っていただいて、興味を持っていただけましたら嬉しいです。まずは各銘柄、簡単にどんな蒸留所で製造されていて、どんな魅力があるのかというのをおさらいしながら紹介してまいります。特に今回は飲み比べ味わい紹介というところがメインでございますので、1本ずつ味わって飲み比べしてまいります。今回の選出とコメントも完全に私の独断と偏見と経験と妄想でお届けしてまいります。この動画参考になりましたら、ぜひグッドボタン、それからチャンネル登録でどうぞ応援よろしくお願いします。それでは早速、今回取り上げていくウイスキーを紹介していきましょう。さて、まず飲み比べていく一つ目のウイスキーがこちらでございます。シングルモルトスコッチウイスキー、トラベイグ、もしくはトルベイグ、いろんな呼び方がありますが、今回はこちらトラベイグのレガシーシリーズ2017を紹介してまいります。では早速開けていきましょう。はい、ボトルはこちらでございます。この四角いボトル、ちょっと丸みがかった四角いボトルになっていて、パッと見ね、このクラシカルなデザインというか、すごく落ち着いた色味ですよね。ちょっと遠目に見るとブッシュミルズとかみたいな、かなり渋いデザインに見えますよね。こちらのトラベイグをまず紹介していきましょう。こちらに関しては、直近1月中旬くらいから日本にもシングルモルトウイスキーがようやく入ってまいりました。レガシーシリーズという名前がまず出てまして、こちら2017年蒸留のボトルでございます。この蒸留所は2017年に稼働しておりまして、創業された地はあのシングルモルトスコッチで大人気なタリスカー、あのタリスカー蒸留所で知られているスカイ島でございます。もともとはあのペッパーのような風味と力強いスモーキーフレーバーを持つ、その個性的なタリスカーがずっとスカイ島で知られておりましたし、このタリスカーはスカイ島唯一の蒸留所というのを売り文句にしておりましたが、ついに190年以上の時を経てスカイ島にこちらの第2の蒸留所が完成したんですね。スカイ島独特の荒涼とした土地でどのようなシングルモルトが育まれていくのか、これからもとても楽しみです。特に樽に関しましては、バーボン樽、シェリー樽、それからポートワインの樽やラム樽といったさまざまな樽も使われておりますし、それから主にウイスキーのタイプとしてはピーテッドタイプ、スモーキータイプの仕込みが行われています。このトラベイグも第2のタリスカという立ち位置よりかは、目指している味わいに向けて着実に成長を遂げていってほしいなと思ってます。タリスカを超えるような逸材のウイスキーとなるかというところも期待ですね。さて、続いて2つ目の蒸留所は、先日 YouTube ライブでも少しテイスティングしました、こちらリンドーズアビー蒸留所、スコットランドローランドエリアの蒸留所でございます。ボトルがね、ほんとこれ綺麗ですよね。こちらに関してはスコットランドの都心部のローランドエリアに創業した蒸留所ということで、まずはね、このウイスキーの原点、スコッチウイスキーの原点としても知られるこのリンドーズアビー蒸留所を紹介していきましょう。というのも、このリンドーズアビー蒸留所、聖地とも言える場所に立った蒸留所でございます。この蒸留所が立つ地というのは、本当にスコッチにおいても歴史が深い場所なんですよね。まずスコッチウイスキーが初めて製造された、その記録と言われているのが1494年、当時の国王から王命により修道士ジョン・コーに8ボルの麦芽を与えてアクアビテを作らしむという有名な記録が残ってます。これによって修道士のジョン・コーが、当時でいうと大体この500キロくらいの麦芽を使って、後のウイスキーの原型であるアクアビテを作っていくわけなんですけども、そのジョン・コー氏がいた修道院というのがこのリンドーズアビーという場所なんです。つまり、そのスコッチが初めて生み出されたであろう修道士が所属していた、その修道院の跡地に新たな蒸留所としてこのリンドーズアビーが建ったんですね。こちらの中身に関しては、ファーストフィルのバーボンバレル、それからファーストフィルのオロロソシェリダル、さらにはこの蒸留所をはじめウイスキー業界に多大なる貢献をしたジム・スワン博士が開発した STR というタイプのワインダルも使われています。さて、続いても同じくローランドエリアの新興蒸留所、こちらロッホリー蒸留所を紹介していきましょう。今回登場したのはこのハーベストっていうタイプのファーストクロップというタイプの限定ウイスキーでございます。
これも2018年と新しい蒸留所なんですけれども、今個人的にも期待している楽しみな蒸留所でございまして、今年も楽しみなので、今回このねハーベストシリーズのファーストクロップを買って飲んでいきたいと思います。ここはかのスコットランドの国民的な詩人ロバート・バーンズ氏が営んでいた、そんな農場の跡地に立った蒸留所でございまして、そういった意味では歴史が受け継がれていくような由緒ある蒸留所とも言えますね。特に過去にはこちらアワーバレイというね、日本にやってきたファーストリリースのシングルモルト、こちらを紹介してたんですけれども、今回新しいシリーズといたしましてこのハーベストエディションというものが出てまいりました。今回はそのファーストボトル、ファーストクロップという限定品を飲んでいきたいと思います。中身に関してはポートワインダルやオロロソシェリダル、それからバーボンダルで熟成を重ねた原酒というのがブレンドされてまして、聞くだけでも非常にこの濃密なフルーティーさがありそうですよね。さて、それでは最後の4つ目の蒸留所、5本目の銘柄がこちら、アイル・オブ・ラッセイということで、このラッセイ蒸留所のシングルモルトも加えて飲んでいきたいと思います。こちらに関してはトラベイグと同じようにスコットランドの西海岸から広がっているヘブリディーズ諸島の一つ、ラッセイ島で稼働している蒸留所でございます。特にこのラッセイ蒸留所の一つ特徴といえますのが仕込みに使う水でございます。ミネラル豊富な水が使われているんですね。この仕込みの水に使う源流となるのは、山に降った雨というのがこの地層の関係で火山岩や砂岩などを通っていきまして、じっくりとろ過されていきます。その分ですね、このミネラル分を豊富に含んだ水を使って、さらに3日から4日かけて行われる発酵の工程を経て、甘いブラックベリーのようなフルーティーさ、そのキャラクターを作ることにつながるというふうに言われております。古き良きアイランズモルトとしての個性を出したいというところから、ダークフルーツを思わせる香り、そしてそれとプラスしたスモーキーフレーバー、このバランスの取れたウイスキーを作るというところにこだわってます。そしてこのラッセイの蒸留所のもう一つの特徴といいますと、熟成に使う樽のユニークさ、独自性ですね。多くの蒸留所はだいたいバーボンダル、シェリーダルだったりというところをメインに使いますし、バーボンダルがほとんどを占めている蒸留所も多いんですけれども、現在このラッセイ蒸留所で使用されているのはライ麦が主原料だったライウイスキーダルとか、さらにボルドー地方の赤ワインダル、さらにアメリカのミズーリ州で取れるチンカピンオークのシンダル、この3タイプを使ってるんです。それに加えまして、熟成する原酒自体もピーテッドタイプとスモーキーな香りをつけないノンピートタイプ、この2つを作ってますので、3タイプの樽かける2種類のノンピートか、そしてピーテッドか、それによって今6タイプの原酒を作ってるっていうところなんですね。そして特にこのチンカピンオークって最近よく聞きますよね。今回この樽が採用されている理由としましては、熟成が早い、まだ若い段階でも色であったりとか味わい含めて深みのあるフレーバーの原酒にしたい、そんなところからこのチンカピンオークの樽、シンダルが採用されてます。実際にこのラッセイ蒸留所ではその樽の焼き方というところも含めて、チャーという焦がす焼き方、それからトースティングという炙る方法を含めて6段階の焼き加減で試して、いろんなこのチンカピンオークの樽でウォッカを熟成させたんですね。ニュートラルな味わいであるこのスピリッツ、ウォッカを熟成させることで樽からの影響がどう出るかっていうのを検証したんです。そこの樽の強さが出すぎて個性が消えてしまわないように、いろいろと慎重に、そして検証を重ねていったということでございます。今回は2022年に日本に入ってきてまだ未開封で取っておいたこのアイル・オブ・ラッセイの R で始まる2つ目のロットをいただいていきたいと思います。さて、それではここから贅沢飲み比べ、まずはストレートでいただいていきましょう。こちらからトラベイグ、そしてリンドーズアビー、ロッホリーのハーベストエディションのファーストクロップ、そしてロッホリーのアワーバーレーとラッセイのこの2段目のエディションですね。こちらを飲んでいきたいと思います。本当はノンピートタイプとかから飲んでいった方がいいんですけども、まずはねこのちょっとトラベイグが気になってますので順番通りいきたいと思います。それでは今日も一日お疲れ様です。乾杯。まずはね色味ご覧いただくと、結構透明感のある淡い黄金色というところでしょうか。それではいただいていきましょう。アルコール度数は 46%。 そしてファーストフィルのバーボンバレルですね。思ったほどスモーキーさがガツンとくる感じはないですね。少しこの塩っ気のある香りと湿ったねこの柑橘系の皮っぽさみたいなところがありますね。どっちかというとトップの香りがふわっと華やかに広がるというよりかは、意外とシャープな香り立ちですね。すっきりと軽快な香りに、このちょっと湿気のある感じというかね、湿気っぽい感じのレモンの皮のような柑橘系のニュアンスと、奥の方からね
バーベキュー会場のね、このもっくもくのスモーク感というところが結構ありますね。スモーキーさの存在感はそんな強くないんですが、その中にあるスモーキーさで言うと、うん、まさにこう土っぽいようなピートスモーク感っていうのが割と分かりやすいかなと思います。意外と繊細ですっきりとしたシャープなスモーキーさとフレッシュなこの柑橘系のフルーツ感がかすかに見えるかなというところです。では飲んでみましょう。うんうん、おー、なるほど。思ったよりすごい力強いのかなと思ったんですけど、結構滑らかさもありますね。口に含むとね、ちょっとビネガーっぽいようなそういう酸味だったりとか、ほんのりとこの塩味、この塩っ気を含んだ部分と、この舌に乗った時の味わいの厚みっていうところが、香りから意外とギャップがありますね。比較対象としてはアードモアレガシーとかと比べるといいかもしれないですね。アードモアレガシーの方がもっとこう焦げたような土っぽいスモーキーさがあるんですが、それに比べるともっとこう少し塩っ気を含んだようなフレッシュな香りだし、この柔らかな甘みと飲んだ時のちょっとね、まだ若さもあるのかなっていう、こうスピリッツの力強さっていうところもあると思います。少し時間が経つと乾燥したバナナとかね、バニラみたいな香りも見えてきますね。うん、なんかスモーキーさ結構主張あるかなと思ったんですけど、そんなに強くはないですね。意外とこのスルッと飲めてしまうような、うん、ハイボールにしたらこのフレッシュな香りとスモーキーさがもっと出るかなっていう、そんな印象はありますね。そして続いてリンドーズアビーいただいていきたいと思います。色がね、この5種類の中では比較的色がちょっと濃いめですかね。 STR ダルも使ってるっていうところもあるので、表面を再活性させた樽の色っていうところもちょっと出てきてるんですかね。では飲んでみましょう。あ、もう香りのタッチがすごく本当に華やかですね。香りがね、広がり方がすごくこのふくよかで、いろんなこの甘いフルーツとちょっとね、お花みたいな香り、それからアーモンドのなんかクリームみたいな、そういう香りもありますね。うん、最近の本当にいろんな蒸留所でもこういう熟成樽いろいろ改良しながら、若い年数ながら親しみやすいこうキャッチーなフルーツ感っていうのが結構出ているのがあって、うん、これは本当シングルモルトとしてはかなり入りやすいですよね。あまりこの若さを感じさせない部分もあるかなと思います。ではいただきます。あー、いいですね。クリーミーで優しいですね。うん、すごいこの脂質的には今飲んでみた感じは滑らかで、すごくこうゆったりと伸びていく優しい味わいがありますよね。このあたりがまさにローランドモルトっていう、その穏やかさと滑らかさを楽しめるいいボトルなんじゃないかなと思います。最後にこうキュッと引き締めるような程よい酸味があるので、それがそこまで単調になりすぎずに綺麗にまとまってるかなっていう印象もありますね。では次はこちらのロッホリーハーベストファーストクロップの、今回日本に入ってきた限定品飲んでいきたいと思います。色味もね、結構はっきりとした色味ですね。先ほどのリンドーズアービーもうちょっと深いくらいですかね。ややね、この琥珀みがかったような綺麗な色味ですね。アルコール度数は 46% です。それではいただきます。うわ、すごいいい香り。うん、なんかあのオレンジゼストみたいな、オレンジのピールをちょっとね削った時の爽やかな香りと、わーすごい、なんだかね金柑みたいな香り立ちもあるし、すごくこのね細やかな、ほんと柑橘系のオイルとかフレッシュなこの柑橘系の香りがいいですね。ほんのりこのビターオレンジみたいな香りだったりとか、全体的にこのトップの香りはですね、オレンジ系のフルーツのピールの部分をちょっとこう削った時みたいに見えるような、すごくこうはつらつとしたフレッシュなフルーツ感ですね。すごいいい香りですね。では飲んでみましょう。うん、あー、これはもうほんと甘口ウイスキーという形でいいんじゃないですかね。なんだかやっぱりこのチェリーだったりとか、他にも梅とかプラムだったりとか、いろんなフルーツをこう砂糖漬けにしてじっくり煮込んだみたいな、そんなねこの表情豊かなフルーツ感っていうのがありますし、余韻にかけてちょっと程よい酸味とビターさが残るのが、これがまたいいですね。それこそあのデュアーズのポルトガルスムースの8年とかお好きな方、多分すごく合うと思います。では続いてロッホリーアワーバーレいただいていきましょう。うん、やっぱりすごく繊細で、とてもこう綺麗な立ち上がりですよね。とてもこの奥行きがあって、最初の香りはね、なんか洋梨のキャンディーみたいな香りとか、開けたてはねすごいイチゴキャンディーみたいな香りをね感じたんですけど、時間が経ってくるとこの封を切ってからやや洋梨的な要素とか、アメリカンオーク主体の明るいキャラクターが見えてきますね。他にもバニラクリームとかミルクティーみたいなね、ちょっとミルキーな香りがあって、あー、これほんと綺麗な甘い香り立ちですよね。フレッシュっていうよりかはやっぱりこう一緒にね、お砂糖と一緒に漬け込んで煮込んだみたいな、そういう要素がこのロッホリーのね STR からの個性ですかね。すごくこうまさに甘やかと言えるような親しみやすいキャラクターだと思いますね。いいですね、ほんとずっと飲んでられますね。いただきます。
ああ、これは本当にもう蜂蜜感がすごい味わいに出てきますね。蜂蜜のキャンディーとか麦芽の甘いエキスをそのまま舐めてるかのような、本当にねかなり滑らかな甘口だと思います。このアバーバーレは本当にこう自然で素朴で優しい、そんな美味しさがありますね。そして最後がこちらラッセイ、アイロブラッセイの R02 ですね。そのレシピをいただいていきましょう。なおこのラッセイの蒸留所は最新の蒸留所ならではのこのブレンドの中身ですね、細かなレシピっていうのもホームページで公開してますので、よかったら概要欄とかコメント欄の方からチェックしてみてください。今回のこの中身に関してはファーストフィルのライウイスキーカスクの原酒を 62%、 それからシンダルのチンカピンオークを 24.5%、 そしてファーストフィルのボルドーレッドワインダルですね、ボルドーのワインダル、こちらを 13.5% 原酒を使っているということで、主体はねこのライウイスキーカスクなんです。では飲んでいきましょう。色味はそうですね、割と黄金色というよりかはもう少し色が進んでいるような感じですかね。ただ割と明るい系統かなとは思います。では香りから。おお、結構スモーキーさがやっぱありますね。うん、これぞなんかハイランドピートというような、なんか草原っぽい香りとかお花のような香りとか、それが少し枯れたような土っぽさっていうところが漂ってきますね。あ、少しグレープフルーツの綿的な要素とか、ほんのりとなんかねたくあんみたいな、そういうねこう和の要素みたいなところと酸味、なんかこう熟成されたお漬物的な、なんかふっくら落ち着く香りがありますね。他にも焦がしキャラメルみたいな甘い香りの要素もあって、今のところトップの香りはまずスモーキーフレーバーがふわっと鼻に抜けていって、それがこう土っぽさとか爽やかさとか枯れた土のようなそういう要素があるんですけど、後の方からまたいろいろな香りが出てきますね。では飲んでいきましょう。うん、あ、結構ね樽の焼けた感じの香りとかスモーク感というのが口に含んだ時はもっと強く感じられますね。なんというかこの焦げた木材とか焦げた穀物感とか土っぽい要素とか、そんなにこの甘い香りが全体的に広がるっていうよりかは、口当たりはねすごく優しくてマイルドなんですけど、口に含んだ時の結構ねこの暗めなトーンの香りっていうところがすごくしっかりしてますね。今思ったのはこの蒸留所が目指しているダークカラー系のフルーツの要素だったり、それと一緒にこのスモーキーさが合わさってる要素、これなんかね作りたい方向性なんとなくわかりますね。まさにこうバーベキュー会場とかでなんとなくこういぶしたねレーズンだったりとか、そういうダークカラー系のフルーツをいぶしているかのような、そういうねゆったりじんわり広がるようなフルーツ感っていうのはありますね。ということで今ね5種類飲んできたんですけど、気になった銘柄とかこれ飲んでみたいとかありましたら、ぜひコメント欄書いてってください。この中で一番ハイボールに合いそうだなと思ったのはトラベイグですね。フレッシュですっきりとした香り立ちが、これハイボールにすると結構ねごくごくいけちゃう、このほんのりスモーキーのウイスキーとして楽しめるんじゃないかなと思いました。では加水もやっていきましょう。あー、いいですね。このトラベイグはね加水した時に見えてくるキャラクターがすごくマイルドで柔らかくて美味しいですね。うん、これすごいいいと思います。この膨らみのあるね柔らかな穀物の甘さとか、ちょっと塩バニラみたいなキャラクターっていうのがいいですね。うん、最初のフレッシュな塩気とこの柑橘を含んだ香りっていうのは、この加水することでもっと見えやすくなりますし、うん、いいですね。そして続いてはリンドーズアビーの加水版いただいていきましょう。おー、すごい。うん、ミルクキャラメルみたいな香りになりましたね。なんか生クリームをたっぷり乗せたミルクティーみたいな、そういうすごくこうミルキーな香りと、奥の方にちょっとねアーモンドみたいなナッツのような香りっていうところもありますし、香りがとにかく綺麗ですね。うわー、これはなんかメープルシロップ垂らしたんじゃないかっていうぐらい本当甘いですね。そして続いてはこちらのロホリーアワーバーレも加水いただきましょう。あー、なんかねちょっとこの近くなってきたというかね、この2つがね熱を加えたフルーツ感が出てきたかなと思います。うん、もう全体的にこのアワーバーレの方がなんか洋梨のシロップになったりとか桃のコンポートだったりとか、そういうフルーツを漬け込んだシロップ感っていうのはこちらの方が強いかなっていうのと、なんか本当にこうミルクティーとかラテの上になんかシナモンパウダーかけたみたいなね、ちょっとこうスパイシーさも見えてきますね。そして最後はアイローブラッセイの加水版いただきます。うん、すごいな、このやっぱり香りからねちょっといぶりがっこだったりとか、やっぱちょっとねいぶしたようなそういう漬物感というかね、奈良漬けとかこれ合いそうですね。奈良漬けといぶりがっことかすごい合いそうなんですよね。なんだろう、この懐かしい落ち着く香り。
さて、それではいよいよ完成いたしました、こちらトラベイグの2017年レガシーシリーズのハイボールいただいていきたいと思います。さあ、この爽やかさとスモーク感どうなるのか、今日も一日お疲れ様です。乾杯。ではいただきます。あーすごいな。うん、なんかね、もうすっごくキレのいい香りですね。ほのかにヨード感もありますし、ちょっとね、この救急箱に入ってた包帯みたいな香りとか、グレープフルーツの綿っぽいような、すごいこの柑橘感とスモークの要素っていうのがかなりすっきりしますね。いただきます。うん、お、ちょっと意外な美味しさが出ましたね。もっとすっきりキレのいいハイボールで爽やかなスモーキー感になると思ったんですけど、飲んでみるとね、なんか下の中盤から後半くらいにまったりとしたね、このなんていうのかな、なんか革製品っぽさみたいなところとか土っぽさみたいなところがね、なんかどしっと最後に乗っかってくるんですよね。うん、なんだかね、この半生くらいの麦芽みたいな、ちょっと水分含んでふっくら茹でましたくらいな感じのね、なんか麦芽の甘さが出てきて、この総じてハイボールとしてはすっきりした感じの爽やかっていう印象ではないんですが、なんだかね、癖になるハイボールになりますねこれ。なんかこの、トラベイグ本当深掘りしがいがあると言いますか、これからどんなリリースが出てきてどう進化していくのかすごい楽しみですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。このように私のチャンネルでは家飲みの楽しみ方、美味しいハイボールの作り方、テーマ予算別、ウイスキーまとめ紹介といった動画数々上げております。今回の新興蒸留所とか新しいウイスキーに関しての動画はスコッチ編、それからジャパニーズ編と取り上げておりますので、概要欄コメント欄の方からよかったらご覧ください。他にも YouTube 以外には Twitter だったり Instagram、 それから音声配信のボイシーもやってますので、こちらもよかったら概要欄コメント欄から遊びに来てください。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も良い家飲みライフを。またね。